こんにちは、グッピー小杖です。淡路島に初めての夫婦グルキャンに行ってきました。よかったらこちらの前編もご覧ください。そして今日はキャンプの朝から帰るまで食べまくってまくって食べまくってるだけの動画です。よかったら最後までご覧ください。おはようございます。思ってたより曇りです。イエーイまあ、コテージとかめっちゃ楽なんやけど、まあ、嫌なのがやっぱ朝チェックアウト時間がやっぱ早い。10時半には出ないといかんから、だから片付けて朝ごはんって感じで車につけて行ってめっちゃ電波悪くて見えた。電気ついてなさ。朝ごはんの用意ができました。うおすごい、うん、しそう。これちょっとこの間の時すごいトロッとしとったやろ、うん、だからちょっと牛乳ちょっと混ぜようと思って。おいしい。と今からもそうじゃないけどホットサンドをみんなに焼きまくって食べまくります。すごい風気持ちいい、うん、お風呂入ってきた。なんなんなん、虫一匹も捕まえられへんかった。よかった、逃がした。嘘やろ、うまいし何色のバッタ。殿様。それだけ食うんちゃうよ、分かってる。挟んで、好きなやつ。すごい。あ、これ半分で切らんでいいん。あ、そのままでいい。え、めっちゃできるそれ。いろんな味しそうやなできた。え、そんだけでいいの。うん、もっと入れたら。チーズは塩かめ。贅沢やな。みんな、うまいかな。あと3個、4つに割る、2つに割る。全然8時ってなるよ。友達のほんまにおんで背でかいけど、でも背高い。70キロもうちょっと。ふがの前。いいやん、かっこええやん。回す。ゆっくりターンしよう。いや。うん。この間一回朝大人サンド作ろう。うわ。大人サンド。この淡路産玉ねぎ。贅沢やな。なあ、もう贅沢だ。ツナ入れたい、ツナ。ツナいらん。やりいや、じゃあ。わ、うん、わ。玉ねぎスライスややりいや。何本もできるわけ。でも、淡路産の玉ねぎやから。あの、こっち、なんかゴーヤとキュウリは一緒に植えてたら何がなんだかわからへんけど、並んで植えてたら、あの、どっちがキュウリか、どっちがゴーヤかわかるんです。ケアさん。涼しい。卵サラダと、結構遠慮しがちやな。ちょっとまんべんなくせないとあれ、全部に真ん中だけやけど。ラッキー、押さえんでもいいやん、別に。うわ、それいくん。肉肉しい。うわこれはすごい。チーズ、チーズ。ケチャップいって。ケチャップ、チーズ。ケチャップ、ケチャップ、チーズ。チーズ、ケチャップ。ケチャップ。うわぁ、いや、めっちゃ乗せるやん。はい、いい感じでーす。やっぱりなんかバターを結構塗ったら焼き印が綺麗にいくんかもしれない。どう？淡路産玉ねぎ効いてる？うん。うまっ。チーズ中華やな。うん。うん、すごい。ジューシー。うん。玉ねぎが。なぁ。
甘い。玉ねぎ入れることによって。甘さが増してる。おいしい。うん、おいしい。やっぱ自分で作ったからおいしい。食育やな。これいいな、でも。立ち直る。うまい。大丈夫かな。ん？飛んでた？なんか、酢があるんかな。ああ、そうかも。どっかあるかな。カエルでーす。虫無理やで。全然捕まえれてないし。言ってたやつ。絶対すごいわ。めっちゃおしゃれ。お花が咲いてる。ちょっと淡路のジェラートを食べに行きます。え、ちょっと待って、見て、咲いてる。ほら、すだち？じゃない？めっちゃいい。みかんかな？すだちちゃん。めっちゃかわいい。雰囲気がすごい。あ、そそるな。乙女の淡路島って感じ。悩むなぁ。あ、絶対おいしい。濃厚ミルク。クランベリーのグラノーラで、じゃあこれはクランベリーノコミルク、ノコミルク、これはグラノーラ言えてる。すごい、すごいです。パフェ、飴、めっちゃ可愛い。パフェすごい。いただきます。コーヒーっぽい味するような気もする。美味しい。うん、美味しい。うん、美味しい。ちょっとちょうだい。でも多分味想像できるけど。え、じゃあええやん。いや、ちょうだい。想像できんやったらいい。ちょ、うん、想像通り。うん、想像と違うかった。いいの、うん、これ何味？これ生クリームか。生クリームだけど、ここの全部するっていうか、全部乗せみたいな感じ。全部乗せ、お前こぼすだ。美味しい、めっちゃ美味しい。1800円でこれだ。でもこれ900何倍だ。うん、かぼちゃとかある。ジャンボニンニク、あ、ジャンボニンニク切り売りもある。トウモロコシ欲しい。ありがとうございます。姿焼き。これってまるまる姿焼きの人もおるし、切る人もいるってことだ。あ、そうそう、でも切るやんな、ほとんどな。美味しいで、これ。なんかここもよう切っとったんやな。まるまる、ほんまに。あとこの機械やろ。機械高い。上海焼きそばを作ろうと思ってんけど、鍋を忘れてて、やかんで麺を茹でて焼きそばを作りました。でもその前に道の駅で買ったしいたけを焼いて食べてんけど、めっちゃ美味しかった。バター塩かな、バター醤油とか食べました。で、あんだけ食べた後やのに焼きそばをお昼時なんで焼きました。はい、これをユニセラのオプションで買った鉄板なんですけど、まあ、これがあったら焼肉とかの後に焼きそばもできるでみたいな。めちゃめちゃ夜間からそばが出てくる風がやばい。意外とそばが膨れ上がってて、ちょっと炒めにくいかったんですけど、しかもあの紙皿がもうなくなって、もう紙コップで食べるっていうね。うまいってよかった。うん、流しそうめん
カレーあ、忘れてた。忘れてたの。流しそうめんつら忘れとったな。楽しい焼きそばでいいやん。食わせ麺やん。そこのやん。こんにちは。ママが食べたかった。美味しいじゃん、なんか。うん。かなり味つくな。結構せんかなと思ったけど。うん。全然いける。そしてカルディで買ったカチョカバロチーズを炙って食べてみました。これめっちゃ美味しかったです。こんな感じで炭火でじっくり炙ったらちょっととろけてくるんですけど、それをクラッカーの上に乗せて食べる。めっちゃ美味しいこれ、ほんまに。ほんまは焚き火でやりたかってんけど、9時までしかバーベキュースペースがダメやったんで。ハワハワ？なんか牛乳の味する。モッツァレラ感じ、モッツァレラ。あ、ミルクっぽいな、やっぱりな。めっちゃ怖い。すごい。こんな感じやったとは。まあ恐ろしいぐらい、やっぱ映像で見たらこんだけ食べてたんかと思うんですけど、まあチェックインチェックアウトはあったけど、ゆっくりいいキャンプができました。この動画がちょっとでもいいなと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。Twitter と Instagram もやってるんで、そちらのフォローもお願いします。では皆さんもいろんなキャンプスタイル楽しんでください。ではではでは。